クラーク軍はアメリカ合衆国ジョージア州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は116,714人であり、2000年の10万1,489人から15.0%増加した。軍庁所在地はアセンズ市であり、アセンズ市とクラーク軍は統合市軍を構成している。クラーク軍は アセンズ・クラーク軍大都市圏に属し、その主要都市である。クラーク軍は1801年12月5日に、ジョージア州議会の法により設立された。軍名は、アメリカ独立戦争の英雄エリザー・クラークにちなんで名付けられた。クラーク大佐は1779年に、ウィルクス軍で起きた、ケトルクリークの戦いでの勝利に、重要な役割を果たした。 アセンズ市のブロード通りにはアメリカ独立戦争の娘たちエリジャー・アクラーク支部が建てた記念碑がある。当初の軍域はジャクソン軍から分離し、広さは250平方マイルあった。19世紀に軍人口が増加してくると綿花を中心とする農業が栄えた。隣接するプランテーションで収穫されたものが町の加工所に流れた。1841年に アセンズに鉄道が開通した後は特に繊維産業が主要産業になった。1840年代の製造業への投資額はサバンナ市のあるチャタム郡に次いで多かった。南北戦争の1864年、郡内で2つの小戦闘が起きた。1つはバーバークリークの近くで、もう1つはミッチェル道路近くでだった。同年5月29日、アセンズ市が 北軍に占領され、憲兵司令官が支配した。1864年12月までに軍事支配は終わったが、1866年初期まで軍隊が止まっていた。1801年、クラーク軍軍政委員会がワットキンスビルを軍庁所在地に選んだ。1871年11月24日、軍庁所在地がアセンズ市に移され、 軍庁舎や監獄を含めすべての軍事務所が移転した。軍政委員会の会合は旧アセンズ市役所で開催されていたが、1876年に新しい軍庁舎が建設された。現庁舎は1914年に建設されたものである。1875年2月12日、軍庁所在地がアセンズに移されたことに対する苦情に応える形で、衆議会が 軍南西部から、オコニー軍を創設し、ワトキン・ソビリをその軍庁所在地にした。クラーク軍は、人口の3分の1と、陸地面積の5分の3を減らした。議会によって、道路と歳入の委員の役職が作られ、これが、現在の軍政委員会と呼ばれるものになった。州の外閣機関として、福祉と健康の計画を実行し、道路を建設維持し、 裁判所を運営することになった。1973年3月29日、ジョージア州議会が、軍政委員を3人から5人に増員し、また軍管理官も追加した。1990年、軍民の投票で、アセンツ市とクラーク軍の統合を承認し、コロンバス市、マスコギー軍に次いで、州内2つ目の統合市軍になった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は121.28平方マイルであり、このうち陸地120.79平方マイル、水域は0.49平方マイルで、水域率は0.40%である。クラーク軍は、北緯十三度十七分二十秒整形、十三度十三分零秒、北緯三点九五五四六四度整形、三点三八三二四五度、 33.955464-83.383245に位置する。アメリカ国道ジョージア州道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。